ピオキングです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールキャッスルイレブンということで、この制作者さんですね、いろんなトロールコースを出してて、で、出してる全てが結構いいねとか多いんですよ。でもね、この方のコース今まで一度も手をつけたことがなくって、どんな仕掛けがあるか楽しみですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.88%でね、話は変わるんだけど、僕最初にやられた敵キャラのことを開幕何々ってよく発狂すると思うんですよ。で、それをさ、家族で見てくれてる方が開幕当てゲームっていうのしてるらしいんですよね。いや、すごい嬉しいなと思って。なんで今回も僕、その開幕当てゲームに参加したいと思います。僕の予想は開幕花だね。サムネにさ、花が載ってたじゃん。なんで、開幕エンジェルサカーナー。多分今のはみんな外れたんじゃないかな。じゃあここは右のリンクは取ろうと思ったけど、全然違う場所に連れて行かれたね。でも中間ポイント取れてる。こっちが正解っていうパターンありえそうじゃない？いや、珍しいよね、速攻で中間。絶対違う。この音楽と右のレールは怪しいやつだ。もう死に耐久ですか？いや、まだ僕全然エンジン温まってないよ。でもこんな死に耐久、僕にとってはぬるいと思います。皆さん見ててください。すぐにクリアしてみせます、僕は。はい、隠しブロックありそうだな。ないか？ないね。このまま右にジャンプ。さあ来ました。で、こっから続きっていう感じなんかな。なるほどね。珍しいパターンだよね、速攻で死に耐久が来るなんてさ。それじゃあ無事にリンクが取れました。ここは走っていけっていう感じですかね。なんか出るんじゃないのか。だと思ったよ。ここは一番右まで突っ切る。そしてすぐに剣を収めて、この勢いで左にダッシュして進めないで。裏に隠してるのはずるいよ、ガリガリ君。ここは爆弾を出してブロックを壊して進めと、そういうことですね。で、よく見たらさ、2つ目と3つ目のガリガリの裏もなんか隠されてるんですよね。一番左オープンブロックなんかな。いや、ブロックだったね。そしてこのまま進めると、じゃあここは上か。あ、ピンポンって言われてる。下はブブピンポンなんじゃないか。裏を突きたいと思います。そしてこのコーナーを蹴る。何年マリベやってんだ。すいません、しょうもないミスを犯してしまいました。じゃあここは一旦カブロックか。バネ、これは鉄球。そして、あ、なるほどね、こっちに来るっていうことか。なに、ここはさ、鉄球でこのブロック壊れるじゃん。ここに追っておけば大丈夫っていうことなんじゃないかな。で、あの鉄球絶対戻ってくるよ。ほらね、やっぱりそういうことだろうと思ってました。大体分かってるんですよ、僕。この方とマジで相性いいかもしんない。そんで僕さ、気になったんだけど、この左上の土管って何なんだろうね。ここ怪しくない？あ、入れるんだ。てっきり魚。もしかして、こっちはもしかすると。ですよね。もう好奇心は持たないで進んでいこうかなと思います。どんどん探索していこうかなと思います。それじゃあここは、あぶねー。じゃあここは2分の1、どっちがキノコっていう感じでしょ。右が正解。僕の世界線の確率絶対おかしいと思う。外れまくってる気がするもん。じゃあ左が正解っていう。そりゃ当たらないですよね。こんなの2分と0じゃんか。もう右のブロックは無視しよう。このツタの上に登っていきたいと思います。このブロックはボム編。大体合ってた、大体合ってた。色は同じだもんね。そして中間ゲット。これ中間2でしょ。最初に1個あったもんね。このコース短いんかな。そしてさっきと同じパターンだな、これは。でも今度は上の方が正解なんじゃないかなと。いや、うかしかしね。どっち行こう。何見えてんだよ。魚は見えてる。こっちは、いや、マジで、いや、待って、中間ポイント取ったってことはさ、さっきの中間ポイント意味ないんじゃない？ここ死に耐久？いや、しかもさ、見て、マリオでかいじゃん。だからさっきよりめっちゃ難しくなってるみたいな。うわ、やっぱそうだよね。いや、絶対難しいよ、これ。頼むって。もう、いや、でもこれをクリアしてこそ本当の死に耐久名人だと思うんですよ。なんで僕はこのレールをものにしたいと思います。さあ行きましょう、マリオ。そのレールをものにしてレベル5までオッケーバイレールガン。いやー
すいません、ちょっと僕の好きなアニメの話が出てしまいました。ここをシャンシャンで、あ、ちょんちょんでいける。あ、結構もうコツ掴んだね。で、こっから左にジャンプすれば。なんでタクシブロックがあるの、さっきなかったよね。まあでもチビだったらそんなに難しくないんじゃないかな。ほい、もうコツ掴んだからね。ちょんちょんってしながら左にこう行ければ、で、ここ右ちょんちょんでしょ。もう余裕だね。でもさ、さっき中間ポイント取ったから絶対意味ないよね、ここに戻ってきたところで。てやで、みんな気になったことが一つあると思うんだよね。この四角の枠なんだろうね。あ、ここにも鉄球出てくるんだ、こっちは。あーね、まあまあ中間ポイント取ってたからね。で、こっから上に行けば、え、この土管なんかな。中間ポイント取ってこっちの土管入れるようになってんだけど。ふざけんなマジで。え、またなんでよ、もう何個設置してんの土管を。こんな僕快楽しか感じませんよ。あー、そうだよ、もう気持ちよくなってるね。もうここまでされたら悲しみや憎しみよりも気持ちよさを感じますね。そして次全然いけないんですけど、なんでさっき結構スムーズにいってなかったですかね。むずけんだよこれは。ここでしゃがんで右にジャンプ、そしたら右に抜けれるっていう感じだね。そして次はこの甲羅の方は、そして鉄球出したらどうなるんだろうね。頼むって、なあ。いや、あぶねえ、よかった、ここバブルいるんだね。ここもいるんだ。マジ心臓に悪いよこのコース。じゃあ左もダメ、この真ん中もダメでしょ。他に隠しブロックあるんかな。あ、ここにバネがあるね。じゃあこのバネに鉄球を乗せたらなんか変わるっていう感じでしょ。そして上に逃げる。あ、なんか今かぶれたね。あ、待って待って待って、いや、チビになってよかったんかな。このまま下行くか。お前も降りてくんだ。これカシャいるのかな、どうなんだろうね。多分取らないで行くのがね、正規の方法だと思うんですよ。じゃあここは一旦魚落としておいて、ここはどうしよう。音符は上から叩く、それが正解だと思うんですよね。そしてこの上はどうしよう。何もしない、僕は何もしないよ、それが正解なんでしょ。無機物。もう分かりました、ここは一旦鉄球を出す、そして右に行った瞬間すぐ上に行く。そしてあの土管で合ってるんじゃないんですかね。さあ、土管は嫌な予感しかしませんけど。いや、これはさっきと同じと見せかけて違うパターンだよ。こっちしか行き道なかったもん。いい加減にせんか。いや、今日のコースめちゃめちゃきついね。過去一スタートからやり直してるかもしんない。この音符ブロックの上から叩いてみる、こっちが正解みたいだ。え、違うの？これさ、やっぱりトゲメントいるんじゃない？で、一旦被弾してこのデカ状態のまんま下に降りるのが正解みたいだ。そしてここで一旦鉄球出すでしょ。上から出すのはもうダメっていうのは分かったもんね。そしてこの右に行くみたいな、これが正解。いや、違うよね。あ、カルドコーラ出てきた。このカルドコーラに乗って右に進めっていうことか。いや、これ分からんよね。そしてこのバネ気をつけていこう。これでいいでしょ。よし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 。さあ、こっから土管はもう入りたくないな。全ての土管もう入りたくない。この鉄球は一旦もう無視しといて、この上に行く。天国まで行ったみたいだね。じゃあここは一旦ヒップドロップでこの鉄球をかわす。そしてここは一旦被弾すると見せかけて、いや、被弾してしまったね。どっちに行こう。上に行かされてしまったな。この下足もあるね。どっちが正解なんだろうね。上のドアで合ってて、頼む。しかも早く復活して。なんで復活したの。よしよしよし、こっちが正解。じゃあ下のドアが正解なんだろうね。カラのコーラいるのかな、どうなんだろう。一旦入ったまんま行ってみようか。あってやられるっていうこと。いや、合ってる合ってる、カラのコーラ必要って書いてるね。ここ何。どんどん下に降りるっていう感じ。なんか死に耐久みたいな音楽流れてるけどさ、これ下に行ってなんもないみたいな、そんなことはないよね。いや、なんか普通に下まで来れたけど、ここでピースイッチを押して入るかどうか。この土管さっきの死体機の場所とかそんなんじゃないだろうね。一旦ピースイッチ叩いて土管に入ります。そしたらインラストルーム、次で最後っていうことかな。もうすぐゴールなんじゃない。ヒット P エン
ターパイプ。まあ、ピー押して入ってきたよね。それでゴーバックインパイプ。なるほどね。あの、B を押して土管に入ってすぐ戻らなくちゃいけなかったんだね。ということはここ、あの新耐久なんじゃない？もう突っ込むのも疲れたわ。はい、それじゃあここの B スイッチを叩いて土管に入ってすぐ戻ってみるね。あ、バネがいる。あ、ギリギリなんだね。そしたらなんか変わるんかな。なるほど、左ゴールが見えるよ。これゴールでしょ。いや待って、邪魔ちょっとこの雲が通り過ぎた後この下の斧に触れるね。やばすぎ。今回はさ、何度もスタートやり直しさせられるっていう新しい鬼畜要素だったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ20秒ということで、みんなこれやばいね。クリア率見て 0.13% しかないんだよね。で、サムネを見る限り上のレールにキノコが乗ってると思うんだけど、そのキノコが音符にたどり着くまでメットを避け続けろっていうことなんかな。まあ、それだけだったらこんなにクリア率は低くならないよね。それじゃあ早速やっていきますか。で、なんかゴール条件があったんだよね。いや、それは意味わからんばい。いや、だってさ、20秒間ジャンプしないでこのメットを耐え続けろということでしょ。いや、絶対無理じゃん、そんなの。はい。え、なにこれ。それじゃあ最初とりあえずメット踏んでみようか。そしてここで壁キックして、うわ、絶対無理だよね、こんなの。画面外に何かあると見た。ギリギリまで待っておこう。そうしたらアイテムが落ちてきてこのメットを倒せるみたいな。なんもない。ちょっとヒップ体験してみる。一旦メット踏むじゃん。そしてここで、うわ、絶対無理だね。じゃあバーのところでメットを踏み続けるみたいな。それじゃあ次はメットを蹴った瞬間ヒップドロップしてみたいと思います。はいはいはい、そういうことね。ここでヒップ待機をすればいいんだ。攻略法を見つけたぞ。攻略法さえ分かればこっちのもんだよ。じゃあここで一旦メットを踏んでヒップドロップ、そしてここもヒップドロップ。このアルマジロが、これ最初の踏む場所めっちゃ大事だね。マリオあんまり動かさない方がいいよ。かあ、むずっか。クリア率 0.1% は伊達じゃないね。ちょっと集中していきたいと思います。ちょっとマジでやっていいかな。いつもカチャカチャ音が入らないように十字キーでやってるんですけど、今回 3D スティックの方でやらせていただきます。そのせいでカチャ音が入ってしまったら申し訳ありません。ただ僕が 3D スティックになるとこのぐらい余裕でクリアできると見せてあげましょう。なかなかうまくないですか。このまんまゴールできるんじゃないんですか。さあ、もう少しだマリ。いや、今のめちゃめちゃ惜しくなかった。あとワンジャンプできてたらいけてたよね、絶対に。今後あんなミラクルも起きないような気がする。いや、こんなことでくじけてられないね。今まで幾度となくミラクルを出してきました。過去最大のミラクルは僕のチャンネル登録者数が10万人に達成しそうな勢いっていうことぐらいですかね。そんな中みんなに恥じるよ、このテイクでしっかりとクリアしてみせたいと思います。皆さん見てみてください、奇跡というもの。もうやめていいかな。もうクリアテイク分かったからいいよね。いや、本当に難しいよこのコース。マジで投げ出したい気分だね。やめたが投げ出さないで。ちょっと集中します。クリア率 0.13% はガタガタ言いながらクリアできるコースじゃないんだ。ちょっとさ、黙るわ。いや、本当にいつもさ、黙る詐欺してると思うんですけど、今回マジで無言になって集中しないとこのコースクリアできそうにないね。で、ある程度コツ掴んできたね。バーの一番上の方があるじゃん。その辺にマリオが足作るときにくるりんしてヒップドロップをすればゴールできそうな気がするんですよね。さあ、あと1回。いやー、おいで、マリオタイム。いや、本当にきつかったねこのコース。で、僕いつも思うんだけど、クリア率 0.13% のスピードランとかした方がめっちゃ再生数伸びんじゃないかなとか思うんですけど。まあまあ、それは置いといて、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。